なんだお前、魔物を抑えに来たのか。違うよ、そうか、邪魔したんだなって。分かりがいい方で魔物をもらい、そうは魔物をもらいに来たペコだよ。あ、お前か、やっぱり。オラはこの牧場を任されるプリオってんだ。王様から来てるんだ、さ、魔物連れて行きな。といっても今は年取った魔物が一匹しかいないんだ。でも先代国王が大事にしてた、あ、スラボーって魔物って、スラボーじいさんって言ってたペコだよね。めちゃめちゃじじいなんじゃねペコなのこれ。ええ、待って、スラボー大丈夫だってさ、スラボーのさ孫いましたペコですけど、スラオが、スラオの方がいいんでねペコか、これ。お前大丈夫か、スラボー来たよ王様。その魔物は先代国王のペコだよ。なんでそんな魔物をもらってくって。だってプリオがくれたペコだけど。こいつしかいなかった。なんとプリオめ、他の魔物を逃がしてしまいよったな。プリオプリオ、誰かプリオ呼んでまいれ。待て、プリオがそんな悪いことしてないじゃないですか。そうなのか、大丈夫か、打ち首にならねえペコか。なんで今がピエロ後ろ歩きしたペコなの。歩き方ちょっとに、あ、人間じゃねえのかなあいつ。プリオのやつめ、今回ばかりは許すことができぬぞ。ごめんプリオ、なんかお前死ぬもしかして。はは、王様どうか許しください。許したってプリオよ、ひょっとしてそなたホイミンも逃したか。王様お許しくなせー、ホイミも逃がしてしまっただ。かわいそうだよ、もうちょっとさ、一人ぐらい増やしてやってよ、王様。そなた、わしのかわいいホイミを。王様、ホイミ派なんだ。許さんで、誰かこやつを牢屋へ閉じ込めよ。ペコーラが、ペコーラがやります。いや、王様、牢獄なんてダメだと思います。王様、打ち首がいいかと思います。打ち首にしましょう、こいつはもう殺しましょう。ペコーラが牧場主になります。いうことがございます、打ち首です。殺しましょう、こいつはもうダメです。ホイミなどを逃すようなやからはもういいです。何、ホイミを捕めてくるか。そんなことは言っておりません。王様、打ち首でいいと思いますペコ。こいつはそこまでやらないとわからないやつだとペコーラは思います。なんとそれと、ホイミを捕めてくると、いや、言っておりません。ペコーラはこいつの尻拭いをするとは言っておりません。お姉ちゃんがさ、お姉ちゃんを探したいだけペコです。面白いペコーラよ、やってみるがよ。待って、ペコーラさん、ホイミン